ハロー YouTube! さあ、今回取り上げていきたい電気商社ニュースになりますが、中国 BYD がですね、最安モデルなるドルフィンに対して、期間限定追加グレードを投入してきました。なんとですね、これ値下げを行ってですね、なんと実質299万円補助金なしで購入することができるというですね、大幅値下げを行ってきたと。まあ日産サクラなんかと比較してもですね、まさに強烈なコスト競争力を実現してきた、非常にインパクトのあるですね、電気商社ニュースについてを取り上げていきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたい存在というのが、中国 BYD のですね、ドルフィンの最新動向となります。すでに中国市場においては2021年8月から発売がスタートしているコンパクトハッチバックです。2023年9月20日から我々日本国内でも発売がスタートしました。特にドルフィンについてはエントリーグレードで 44.9kWh という必要にして十分なバッテリー容量を搭載することによって航続距離も 400km を確保と。これは同セグメントの日産リーフの 40kWh、322km という航続距離と比較してもさらに優れた EV 性能となります。それでいて363万円からのスタートと極めて競争力のある値段設定を実現してきたと。例えば日産リーフは408万円から販売されています。 EV 性能で優れながらそれでいて値段も安いとイメージしてみればですね、乗用車というカテゴリーであればコスト競争力でドルフィンの右に出る EV はいないという状況だったわけです。他方で2023年の9月から2024年10月までのおよそ1年間での日本国内のドルフィンの販売台数はおよそ1000台と、日産リーフの2023年9月から2024年9月までの国内販売台数がズバリ6500台と、ドルフィンを圧倒しています。もちろん大前提として日本人は輸入車を購入したがらないということ、さらに販売ネットワークでも運転の差があることからですね、まあ、一概に比較することは難しいものの、やはりコスト競争力の高さに見合った販売台数には達していないという見方ができます。というのもそのドルフィンの後に発売されたミッドサイズセダンのスイールについては発売開始2ヶ月程度の8月末の段階で425台を受注しています。スイールは期間限定特典として495万円から購入可能であり、当初想定されていた値段設定と比較しても競争力がありました。しかしながらドルフィンと比較しても130万円以上高額です。補助金を含めても450万円を超える車両であることを踏まえるとですね、ドルフィンに対してスイールが好調であるように見えます。いずれにしてもスイールの成功とは裏腹にドルフィンの販売台数がもう少し増えていいように感じるわけです。そしてこのドルフィンを日本国内で売るためにですね、最も大きな障壁というのが軽自動車セグメントの存在なわけです。全ての車両販売に占める軽自動車の販売割合はおおむね4割ほどであり、車両サイズが小さい分だけ車両価格が安く、その上税制優遇も充実しているため、コンパクトカーを買うならですね、軽自動車を購入したいというニーズが強いわけです。そしてこの軽自動車セグメントの EV として日産サクラが存在します。このサクラは 20kWh というバッテリーですね、非常に限られたバッテリーサイズによって航続距離は 180km しかないものの、現在256万円から発売中です。しかも補助金額も55万円とドルフィンよりも20万円ほど高額に設定されていることで、ドルフィンよりも実質120万円ほど安価に購入することもできます。もちろん車検代が安く済むなどの税制優遇措置を考慮に入れると、日常の足としてはコストの安さという観点でやはりサクラをチョイスするユーザーが圧倒的に多いわけです。いずれにしても BYD は日本のガラパゴス規格である軽自動車セグメントという大きな壁に苦しんでいると捉えることができそうです。そしてそのような背景において BYD がですね、新たに発表してきたのがそのドルフィンの需要を喚起するために特別使用車を設定してきた、この観点になります。ドルフィンは日本導入1年を経過しており、今回はその発売開始1周年を記念した特別使用車となります。具体的にはベースラインとリミテッド、ロングレンジリミテッドという3種類を設定してきました。まずリミテッドについては基準車と全く同じ値段設定ながらエクステリアに対して複数の専用ラッピングを施しています。特にロングレンジリミテッドはこのようなボディを一周するストライプラインとなり、通常のツートーンカラーよりもですね、存在感が増しているように感じます。また ETC とドライブレコーダーも標準搭載されます。そしてこのリミテッドは年末までの受注期間であり、販売台数には制限がないことから、通常とは異なるドルフィンをさらに
お買い得にですね、購入可能ということになります。他方で、今回最も注目すべきは、ベースラインの存在です。このベースラインでは、基準車と比較して、充電ケーブル、NFC カードキー、フロアマット、三角表示板をオプション設定することでですね、装備内容を簡素化するものの、その分値下げを実施しました。なんとその値段設定がズバリ、299.2万円という、まあ、63.8万円引きを実現してきた格好なわけです。先ほども説明した通り、この値段設定こそ、サクラと比較した最大の弱点だったわけですよね。確かに装備内容や EV 性能、安全性能を正確に比較すればするほど、ドルフィンの優位性は理解できるものの、やはりほとんどの日本人は、まず本体価格で、その車両が高いのか安いのかを判断してしまいます。よって、いくつかの装備内容は削るものの、その分、本体価格を引き下げることで、見た目の値段でインパクトを出してきた格好なわけです。それでは今回追加設定された限定グレードドルフィンベースラインが競合の EV となるサクラやホンダ、N ヴァン E、日産リーフなどと比較してどれほどのコスト競争力を有しているのかを比較していきたいと思います。まずはじめに EV 性能について、ベースラインは基準車と全く同じとなります。 44.9kWh バッテリー搭載によって航続距離は 400km、 充電性能も最大 65kW に対応するなど、サクラだけではなくてですね、 N1E やリーフと比較しても優れた EV 性能を実現しています。そして今回の値下げによってベースラインでは300万円切りと、軽自動車を除いた乗用車セグメントにおいては史上最も安い EV が誕生したことになりました。さらに国からの35万円の補助金を適用すれば、実質購入金額は 264.2 万円と、やはり衝撃的な値段設定となります。またサクラと比較すると、サクラは実質205万円であり、ドルフィンよりも60万円安いものの、基準車と比較してもその差がかなり縮まったことは間違いありません。またよりバッテリー容量の大きな N1E との差は30万円強です。値段がですね、非常に接近している様子が見て取れます。さらにリーフとの差は60万円ほどです。リーフに対する潤沢な補助金額を踏まえれば、やはりドルフィンのコスト競争力の高さが伺えると思います。さらにコスト競争力をより正確に分析するために、その標準装備内容を比較していきたいと思います。まずタッチスクリーンについては 12.8 インチの回転式スクリーンが標準搭載であるものの、リーフは9インチ、KEV には標準搭載されていません。次にシート調整について、ドルフィンは電動調整に対応しているものの、残りは全て手動調整です。さらにシードヒーターも標準搭載されています。またヒートポンプシステムは N1E 以外は標準搭載されています。この N1E をですね、商用配送車両としてではなく、キャンプなどの使用用途として購入検討する場合は、ヒートポンプが搭載されていないという点を冷静に吟味する必要があるとは感じます。そしてレベル 2A ダスについて、ドルフィンには標準搭載されているものの、サクラとリーフは日産のプロパイロットはオプション設定となります。さらにドルフィンには7つものエアバッグが標準搭載されています。その上、高張力孔の配合割合も 78.2% と、衝突安全性を高めようとしてきています。実際にユーロ NCAP においても最高評価の5つ星を獲得しており、点数を総合的に比較するとリーフよりもむしろ高評価というレベルです。そして保証内容に関しても、車両保証は4年10万キロ、バッテリー保証も8年15万キロに対応しています。いずれにしても今回のドルフィンベースラインについては、ただ単純に EV 性能というスペックが高いだけではなく、その標準装備内容についてもむしろ競合を上回る充実の装備内容を実現してきています。さらに衝突安全性などについても全く妥協することなく、その上で保証内容についてもより手厚いわけです。まあ、これらを全て総合してみるとですね、ドルフィンのトータルのコスト競争力が高く、さらにベースライングレードによるさらなる値下げによって、そのコスト競争力が一段と高まったと言えるのではないかと感じます。ちなみに BYD については現在、アット3とドルフィンに対して BYD 補助金なるキャンペーンを展開中です。アット3に対して30万円、ドルフィンに対して40万円が値引きされるという対応であり、おそらくこれは国からの補助金が少ないことを受けて、それをおおむね相殺するための措置となります。既に解説した通り、現在 BYD の決算は極めて好調であり、海外市場におけるシェアをさらに伸ばすために追加でですね、値下げをする余力が残されていることを示すと思います。よってですね、
中国国内だけでなく日本をはじめとする海外マーケットにおいても、今回のように様々なキャンペーンを通じて値下げを行ってくる可能性は十分考えられると思います。果たして今回の大幅値下げを実現した限定100台のベースライングレードがどれほどのスピード感で完売するのかと、それによって BYD の日本国内の販売台数がどこまで伸びていくのかと、さらにですね2025年シーズンにかけて今回とですね同様のようなですね追加の値下げキャンペーンみたいなものをですね実施してくることはあるのかと。なんといってもですね BYD は日本国内においてですね2025年中新型 EV を投入してきます。 Cライオン O7 はですねほとんどこれ確定かと思いますが、さらにですね追加の EV を投入することはあるのかと、この辺のですね日本国内における中国 BYD の最新動向についてもですね、このチャンネルでは定期的に情報をアップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。